霊夢です。南九州に来ています。現在位置は宮崎西部の都の城市。ここから吉都線、肥薩線を経由して鹿児島を目指します。吉都線は、都城と鹿児島県の吉松駅を結ぶ全長 62km のローカル線です。都の城から鹿児島へは日豊本線の特急霧島を利用すれば、1時間ほどで到着します。だけど今回はわざと本数の少ないローカル線を利用してみることにしました。都の城から乗ってきたお客さんは、ほとんどが2から3駅先で降りていきます。窓の外は、こんな感じの田園風景が続きます。から1時間弱で吉都線の中では主要都市である小林に到着します。小林を出ると、少し晴れ間が見えてきました。出発から約2時間半で吉都線の終点である吉松駅に到着します。かつては熊本、鹿児島、宮崎を結ぶ交通の要所。強大なホームには今でも王子の名残が残っています。近年は観光列車が多数乗り入れて賑わっていましたが、2020年の水害で肥薩線が八代、吉松間で運休となり、その頃の賑わいはありません。吉松からは肥薩線を南下して隼人に向かいます。ここは大隅横川駅。かつての観光特急隼人の風が長時間停車していた駅でした。左側に見える駅舎には、戦時中の機銃掃射の跡が残っています。ここは霧島温泉駅。この駅も隼人の風の停車駅だったわよ。この駅は霧島温泉への入り口という意味があるので、現在でも結構賑わっている感じでした。霧島温泉駅は、やたらと長いホームが特徴で、昔は編成の長い特急や急行列車も停車できたようです。カレー川駅、駅弁で有名な駅です。この駅も100年以上の歴史を持つ古い駅舎が魅力です。終点の隼人駅には午後3時半過ぎに到着。都の城からの所要時間はちょうど2時間半でした。隼人駅の駅前、駅の近くには大きなスーパーがあります。隼人からは特急霧島に乗って鹿児島を目指します。鹿児島が近づくと左手に桜島が見えてきます。
鹿児島駅に到着。終点はこの次の鹿児島中央駅です。そして鹿児島中央駅に到着しました。チャンネル登録お願いします。